お疲れ様です。360度誰から見ても納得ができる生き方や人生や価値観、ビジネスのマインドってのは、ないでしょうね。それに加えて、前回の動画ですけども、どっちの側に立つかによって白に見えたり黒に見えたりする、そんなもんじゃないかなと思います。ですけどね、やっぱりこういろんな角度で見れるからこそ、自分には映らない相手の立場ってのがあるんだなっていうのに気づいて、そこがまたね、自分のビジネスや人生に取り入れられるその深さとかね、深みになるんじゃないかなと思いますね。で、必ずしも全ての、お客さんですとか人に対応できればいいってものではなくて、ある意味ね、この部分では自分の完全なるフィールドだっていうふうに決めることによって、自分のコミュニティってのは輪郭を増すのかなっていうところありますよね。誰にでも対応するのはね、ほんと素晴らしいことなんですけども、なかなかそうはいかないですからね。はい、それでね、その話とはちょっとだいぶずれるんですけども、花粉症ってのがあるじゃないですか。全然話題違ってすいませんけども。花粉症って、多くの人が、医師の診断書もないのに、花粉症でね、ちょっと鼻水出るんですよとかね、くしゃみが出るんですよ。言いますよね。それから誰かがちょっと春先になってね、涙が出たりとかね、よくくしゃみや咳をするようになったら、それ花粉症だよねっていうふうに口々言います。花粉症というからには何か風邪の症状なわけなんですよ。で、それが診断書もないのに、もしくは診察すら受けたことがないのに、花粉症だって言ってみんなが納得する、これもなかなかね、不思議だなと思うんですよね。ある人に言わせれば、人に関わりすぎる過干渉ってのがあるらしいですよね。干渉は多少みんなそれぞれするんだけども、それがどう過ぎている過干渉ってやつか。これも精神疾患の一部で実際にあるんですけども、この過干渉ってのもね、誰かが診断したわけでもないのに人を指さして過干渉だっていうのは、なんか単なるレッテル張りかな、決めつけかなと思っちゃうんですけども、でも確かに関わりすぎってのあるじゃないですか。でもものすごく構ってほしい人にとってみたら、過干渉ぐらいの構いすぎる人の方がすごく心地がいいし、それこそね、ほとんど干渉しないと、本当にパーソナリティを守って深入りせずに遠くから見守ってる人を、自分に全然関心がない人、冷たい人って言って感じたりするんですよね。だからね、人の判断っていうのは本当に、複雑であり身勝手で、言ってみれば自分の中にある物差しっていうのが全部の基準になってね、自分の物差しはこの大きさなのに、あなたの大きさは違う、おかしいってなっちゃったりするんですよね。で、別の例で言うと、昭和の価値観とかってよく言うんですけどね、昭和の価値観が肌に合わないって言いますけども、でも昭和の価値観っていうのはいろんなところでね、テーマパークになったりとかして、多くの人の心を捉えてるわけですよ。で、しかも昭和の価値観っていうふうにまたね、決めつけるのもまた柔軟性がないですよね。昭和の価値観とは言えずに、それは時代を通じてみんなが持ってる価値観かもしれないし、昭和で生まれた人が平成の時代に思うこの感情のタイムラグですよね。それとか令和の時代に昭和を懐かしむ、その単なる懐かしいっていう気持ちを昭和の価値観っていうふうに狭い領域に押し込めてしまうのも、また人の身勝手なところかなと。様々なね、視点に立つと様々な理屈が成り立っていて、で、実際にこのネットビジネスを通じてね、思うのは、昭和の価値観を持ってる人がインターネットの中で売り上げを上げていると、これって昭和の価値観なのかなと思うわけですよ。昭和っていう時代には自分で放送発信をするっていう価値観はなかったのに、私がこうやってね、放送発信してると、なぜか昭和の価値観っていうのが飛んでくるんですけども、昭和の価値観でこんなインターネットの放送ありましたっけっていうふうにね、単純にこう突っ込んだりするというね、今回の動画を通じて思うのは、様々な価値観があるのに、それをなんとかね、レッテル貼りしてカテゴライズしようとしている、その人の先入観ってものかな、そういうのに気づかされることがあるなというところですね。はい、じゃあ今日はね、アイスクリームを食べながらの放送でした。バニラカップ、まさに昭和のアイスクリーム。ありがとうございました。